皆さんこんにちは。本日はようこそ名古屋港水族館にお越しくださいました。これからベルーガ公開トレーニングを行います。その前に3つお願い事を申し上げます。まず1つ目は、トレーニング中プールの海水が皆様にかかることがあります。最前列のお客様どうぞお気をつけください。そして2つ目は、目の前の細い通路をトレーナーがよく通ります。手を出していますと手がぶつかってお手持ちのものがプールに落ちてしまったり、トレーナーが落ちてしまうこともありますので、手を出さないようにトレーニングをご覧ください。そして最後に3つ目です。写真撮影についてですが、フラッシュが一斉に光りますとベルーガたち驚いてトレーニングをやめてしまうなんてこともありますので、フラッシュが光らない設定で撮影をお願いいたします。それではトレーナーの登場です。最後までごゆっくりとお楽しみください。今回トレーニングに参加するのは、ここオーロラの海で生活している3頭のベルーガたちです。それでは1頭ずつ紹介していきたいと思います。まず初めに紹介するベルーガは、私のすぐ目の前で伸び上がってくれているベルーガ。このベルーガはオスのミライと言います。ミライは現在4歳で、今年の8月に5歳の誕生日を迎えます。今回の動画を撮ることでよろしくお願いします。続いて紹介するのは、皆様からして中央のベルーガ。このベルーガは7と言います。7も未来と同様、名古屋港水族館生まれのベルーガです。何やらでしょうか。7は現在9歳で、今月25日には10歳の誕生日を迎えます。続いて最後に紹介するのは、皆様から見て右奥の方で顔を上げているベルーガです。少しずつこちら手前の方に近づいてきています。名前をニコと言います。ニコは昨年8月に名古屋港水族館に来たばかりの新入りのベルーガです。ここ名古屋港水族館では一番体の大きなベルーガですが、まだ年は若くて推定年齢10歳です。以上、3頭のベルーガでトレーニングを行っております。ベルーガたちは別名白イルカとも言いまして、体の色が白いことが大きな特徴です。しかし生まれてくるときは全身濃い灰色をしています。例えば私のすぐ前にいる一番若いベルーガの未来はまだ灰色がかっていますが、中央の7は少し灰色が抜けてきて白くなり始めているのが分かりますが、私の後ろの2人には女のベルーガたちが泳いでいます。後で色を見比べてみてください。そしてベルーガは北極周辺の海で生活しています。北極の冷たい海でも生きていけるように、体の外側には分厚い脂肪がついています。そしてもう一つ大きな特徴としましては、背中に三角形の姿勢がないことです。はい、未来は首に上がって全身を見せてくれています。ただも背中を見せてくれています。このように背びれがないことによって、氷で覆われた海でも氷にぶつからずにスイスイと泳げるのではないかというふうに考えられています。さあ、ここで次はトレーニングについて少しお話をします。トレーニングは動物の健康管理を行う上では非常に重要です。例えば体温測定や血液検査を行うことによって常に健康状態トレーニングによって検査がしやすく姿勢をベルーガに自分で取ってもらうことで、ベルーガにも私たちにも危険やストレスなく健康状態を把握
Thank you.
や。Thank you.